ラフォーレ・ラフォーレ・原宿、松山は、かつて、愛媛県松山市の松山中央商店街にあった、商業施設、ファッションビルである。ラフォーレ・原宿の地方出店第1号として1983年12月に、開業、若者のファッショントレンド発信基地として親しまれて、いたが2008年1月に閉店した。耐震性能が、 旧基準であったことが閉店の理由であり、建物が解体された後に、会える松山が建てられた。1983年、スーパー、泉松山店の跡地に開業、約60店の店舗が入居していた。建物の耐震問題により2008年1月27日に、全館閉店、一部のテナントは、伊予郡正ま町に開業した中止国最大級のショッピングセンター。 エミフルマサキや松山市内の市街地に移転、営業を再開している。郵便番号790-0001愛媛県松山市一番町2丁目3番地松山市の中心市街地活性化基本計画では建物を取り壊した土地に新たに地上2階、地下1階の商業ビルを2010年の開業を目指すと基本計画されていたが、 2009年11月にラフォーレ原宿運営会社の森ビルが発表した再開発計画案では地上14階、地下1階のホテル併設の複合型商業施設を建設。1階から5階までをファッション、雑貨、飲食店などのフロアに6階から14階までをホテルとして計画しており、2010年6月に松山市、森ビル、地検者との間で 話し合いが進められ、2011年には工事に着手し2013年の完成を予定していた。しかしその後、森ビルの都市開発事業本部の担当者は、敷地面積がそこまで広くなく、ホテル併設の複合型商業施設は、相乗効果が十分に見込めないとし、ホテル併設の計画を断念。新たに、地上6階。 地下1階とする規模を大幅に縮小した計画に変更した。新しいビルには国土交通省の有料建築物等整備事業が活用されて国と市から補助金が出ることが決定している。2012年2月、再三面などを再検討した森ビルは跡地に再びホテル併設の複合型商業施設案の計画再検討を発表。 松山市に対してもホテル併設の複合型商業施設案での補助金申請を伝えた。計画は当初の地上14階地下1階を基本計画とし、地元企業からの出資の可能性も含めて検討している。森ビルは2012年に現在の建物を取り壊し2014年の完成を目指すとしている。ありがとうございます。